れ？ちょっと待って。入ってるバネがね、ちょっと硬い。ちょ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 。よし、じゃあそれではね、引き続きやっていきたいと思いますか。はい、じゃあね、シリンダーとか、ちょっとその辺をね、中心にまずね、やっていこうと思います。ちょっと今ね、あっちの方で、まあ、あっちがどっちでもいいんだけど、あっちの方でね、今、シリンダーヘッドにいつも通り、羽根ライトをね、貼り付けて、今、ボンドで固めてる最中です。はい。なので、その間に、ちょっと組み立てられるところだけね、組み立てていこうと思います。はい。今回はね、いつも通り、使っている、このね、DSG 流速キットにも入っている、ピストンをね、使っていこうと思います。はい。シリンダーヘッドにね、羽根ライトをつけてる関係で、AOE 調整をね、ちょっとやり直さなきゃいけない感じになっているはずなので、そこも合わせてね、調整していこうと思います。はい。なので、ここの1枚目のところをね、半分ぐらいかな。ちょっとカットして対応しておこうと思います。はい。じゃあ、まず一旦ここをね、こうビュッと外して、はい、OK。じゃあね、ここをね、サクッと削っていきますね。よーし、こんな感じでね、削ってきました。はい、サクッとやってきましたよ。はい。でもね、切削工具あるとほんと楽。よし、じゃあね、これを戻しますと、おいえ、よし。じゃあ、今回ね、使用するピストンヘッドをね、これ使っていこうと思います。はい。これね、使ってもいいかなと思ったんだけど、やっぱり全面吸気でね、ここがこう、膨らんだり縮んだりっていうね、もともとここ全面吸気ピストンって、何がいいかっていうと、このピストンがバックするときに、シュッてね、バックするときに、摩擦抵抗を減らすためにこのね、全面吸気ピストンみたいなやつがあるんですよね。で、例えばこれで引くじゃん、引くときにね、これものすごくね、摩擦抵抗が少ないの。なぜかというと、引っ張るときにこのオーリングが縮むわけですよね。そう、縮んだ状態でこの前面から空気がシュッてこう流れていくみたいな、まあそういうイメージなんですけど、そう、この前面吸気ピストンってね、摩擦抵抗を減らすにはものすごくいいんだけど、振りコックをした時の加速、そう、要は振りコックをね、例えばさ、こうするわけじゃん、この辺まで引いて、でポンってこうポンって戻すと、ほら、わかるかな、ピュッピュッってね、ピュッて音がするまでの瞬間、ちょっとだけね、ピストンが加速しちゃうのよ。そう、このピストンの加速具合が、要はこの中のエアの容量を毎回変わってしまうことのね、原因につながったりして、よく、まあ平たく言うと、V コックに向いてないのよこれ。そう、だからそれをなくすために、もうそこがね、ほとんどない、こういうね、閉塞したタイプのピストンヘッドを使うと、プリコックをしてもね、初速誤差が出にくいっていうね、現象を作り出すことが可能と思ってます。はい。よっしゃね、これやっていきましょう。で、さっきちょっと言いかけたんだけど、AOE 調整はね、ちょっとやらなきゃいけないので、それにあたって使う、スペーサーがあるので、これをね、ちょっと使っていきたいと思いますと。多分1枚乗せれば十分なはずなので、よし、これとこれを組み合わせて OK、 ほらこんな感じ。よし、でまた後ろからね、止めてあげればいいと思います。よし、ネジロック剤よいしょ、よし、いい、ネジロック剤忘れずに入れておきましょう。これ入れないとね、マジでね、外れちゃうんでね、まあ 100% 外れるんで、ね、よし、ネジロック剤突っ込み完了。試行してる間にね、シリンダーヘッドのボンドが固まってほしいんだけどな。難しいか。さっきやったばっかりなんで。よっしゃ、これもう一回入れて。よーし、これ入れて。よっしゃ、突っ込みます。おいえ。おるっ、おーしゃー、オッケー。やっぱここ電動工具使うのよくないよね。よいしょ、これギュッとギュッと入れて、よっしゃ、 OK です。これでピストンの部分組み立て完了。おいえ、よっしゃね。これをちょっとだけね、グリスをペタペタ塗って、交換予定のね、シリンダーに通してみて、まあ、どんな具合かっていうのはね、一旦見ていこうと思います。はい、じゃあ面倒くせえからこんな感じで塗ろうかな。OK。
OK。よし、じゃあね、これを打ち込んで、おいえ、おいえ。よし、どうだ？あ、いいね。ほらほらほら、加速しねえのよ、これ。もうね、カメラじゃ全然伝わんないと思うけど、うん、こう、シューって言って、こう、ピュッて、こう、ピュッてやるときのね、加速具合がね、ほとんどない。うん、加速しない。いいね、いいね。全然加速しない。いや、やっぱいいよ、このピストンヘッド。ああ、いい感じです。よっしゃ、これで、シリンダーとピストンまでは完了ですと。はい。あとはね、シリンダーヘッドが来ないと、AOE 調整ができないんだよな。ちょっと見てみよっか。いや、まだ固まってないと思うよ。10分ぐらいしか経ってないからな。あ、意外と固まってきてはいるけど、まあいいや、AOE 調整する分には問題ないでしょう。よっしゃ、これちょっと一旦はめて。あ、いいね。ここのね、こう、シール具合も完璧だね。あ、いいね、いいね。よし。じゃあ、これを一旦これに乗せます。おいえ。よっしゃね。これで、AOE 調整の方をね、やっていこうと思いますが。お！いやー、ぴったりだね。いいね、いいね。見えるかな？このね、セクターギアが、ちょっとね、真っ暗系でよく見えない。あ、ではね、これで、ちょっと見ていきましょう。はい。1枚目がね、ちょうど通過しますと。で、これが、1枚目がピストンに当たって、はい、てんてけてんてんてんと引かれていって、で、最後の歯が当たって、あれ？あれ？ちょっと待って。これさ、もしかして、1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13 枚刃だマジか、こいつセク化されてる。そういうこと。あー、だセク化しようかどうか散々悩んだけども、最初からセク化済みってことか。おいおいおい、ちょっと待ってよ。そうなるとシリンダーの容量が予定より減っちゃうんだよな。ちょっと待って、今引き切ったとこがここでしょ。ほうほうほう、これはちょっと予定外のことが起きましたね。13枚刃か。ちょっとここで、はー、これだけ減るのか。まあそれでもここからここまでの間のシリンダー容量、今使われているこのね、バレルの容量を考えると、十分にね、でかい容量な気がするので、まあ大丈夫っちゃ大丈夫かな。だからこいつはもうここに加速ポートを設けてあるから、もうこれ以上引く必要はねえぜっていうね、まあポリシーのもと、ここが13枚刃になってんだね、きっとね。はぁ、面白いね、これ。なるほど。そうきましたか。はっはー。まあ、ちょっとね、この13枚刃が今僕が言った通りの、感じでね、うまく、作用してくれるかどうか、ちょっとわかんないけど、まあ、何が言いたいかというとね、もともとは僕は、何枚刃だっけ、通常。枚刃だっけ、もともとはもっと波数が多いですと。で、波数が多い分、後ろまで引くから、スプリングを縮められるわけよ。そう。だから、それをもってして僕は今回、110を選んだんだけど、これだと120突っ込まないとダメかもしんない。あ、入ってるバネがね、ちょっと硬い。あー、なるほど。こいつ最初から流速を狙って、いや違うな。だから13枚刃って、13枚刃前提のスプリングになっているんだ。そう、だから少しスプリングが強めなんだね。これね、M95 ぐらいのね、強さがある。はぁ、はぁ、はぁ。にしちゃさ、サイクルなんか遅くなかった？そうか、そういうことか。なんかいろいろ予定、いろいろちょっと頭の中を整理しなきゃいけないな。ちょっと待ってよ。13枚刃で引っ張って、ってんのにバネが硬いってことはそんなに変わんねえってことだよな。何をなんだろう考えて13枚刃とこの少し硬いバネでチューニングっていうかセッティングしてあるのかがちょっといまいちよく見えてこないんですが、 G&G ユーザーの方ぜひ教えてください。
はい、まあしょうがないので、13枚刃に対応させましょう。で110だと僕の今のプロンだとちょっと足んねえかもしれないけど一旦は乗せますねこれで、うん、多分足らないと思うけど、まあそこはねちょっと後説の方で、まあ、結果的に M100 何のね、バネを乗せましたっていうねちょっと報告はしようと思いますんで、はい、よし、じゃあここまで組み立て終わったので、あとはちょっと足りないグリスとか、まあ、その辺をグリスアップして、あとはパンと組み戻すっていう感じでいいかな。うん、そうっすね、今回はボールベアリングでも問題ないのでここはこのままでいいし、あーごめんなさい、あと忘れてた、シールノズルこれ忘れてたよ。よっしゃ、これ入れていきましょう。あとねちょっとね今ねトリガーをね、ちょっと別のトリガーに変えたいっていうね、要望があるんですよ。そう。で、そのトリガーがね、ちょっとまだ色が決まってないので、その色が決まった段階でね、ちょっと変更はしたいと思ってます。はい。で、ちょっとごめんなさい、ちょっと話が飛んじゃってごめんなさいね。じゃあ先にちょっとね、ノズルの方やっていきましょう。はい。まあ、普通にはまると思うので、うん、問題ないね。OK。じゃここはちょっとグリスが切り気味なので、グリスをね、はい、私もここにはね最近ベルハンマーのね、これは LS ベルハンマーを使っております。はい、いい感じっすよ、うん、なんかねやっぱサラサラ動く方がいいよここ、うん、摩擦しかないからねここね、うん、ピストンヘッドとシリンダーヘッドみたいに変な隙間がねあったり膨らんだりっていう、まあそういうことはないので、もうここはね極限にフリクションを抑えた方がいいです。はい、なので僕はこれを使うこととしてます。はい、いい感じだね。 OK、 よし、じゃあこれで上部の方は一旦は完了かな。うん、あとはトリガーだけなんでね。はい、よし、じゃあじゃあ次のね、工程の方行きましょう。よし、じゃあ次はね、トリガーの方ね、ちょっと対処していきたいと思います。最初の方でも言ったように、ちょっとね、このトリガーのバネがね、硬すぎるんだよね。そうだ、それをうまくね、調整しつつ、トリガーをね、ちょっと別なものに変えていきたいなと思ってます。はい。ちょっとまだね、トリガーどの種類がいいかって話をね、聞ききれてないので、トリガーの微調整の方はね、ちょっと後でやろうと思ってます。はい。じゃあ、まずはちょっとバネをね、弱くしましょう。はい。まあ、多分、僕、だったらどっかの、なんか、誰かがやってる手法を真似してやってるわけではなくて、なんか、これね、昔から伝わる変な言い方だね。昔から伝わるね、やり方だと思ってるのに、特段なんかね、なんかすげえことしてるわけじゃないんだけど、まあ、単純にこのバネをね、こうギューって曲げてあげるだけなんだよね。うん。弱いバネって一応売ってんだけど、うん、なんかそういうのわざわざ金出して買うまでもねえなって、僕は一応思ってる人なんで、はい。これでギューギューギューってやって、あとはここを掴んで、少しね、こう、角に、動かしてあげる。うん、まあ、要するに、ここを持って、こう、ギューって、こういう感じ。そう。こういう動きをしてあげると、少しバネが縮むんでね。うん。まあ、そんな感じで、バネをね、曲げてあげれば、だいぶね、トリガーが軽くなるんでね。うん。ただ、これ、やりすぎ注意ね。かなりね、職人技が必要になるので、そう、意外と難しいんだよね、これ。うん。やりすぎると、これ、バネ折れちゃうし。うん。よいしょ。なんで、あんまりおすすめしないです。はい。本当にやりすぎて折れるんで、ね。うん、まあ、僕は、替えの場にいくらでもあるんで、あんま気にせずね、毎回オラオラ曲げてんだけど。うん、バネの予備がない人は、できるだけやばいバネってやつ売ってるんでね、うん、そっちをね、買ってもらった方がいいかと思います。はい。よいしょと、ちょっとね、一旦乗せて、どれだけやばくなったかチェック。めっちゃ軽くなったね。軽くなったけど、最近の僕の好みの スピードトリガーってね、僕はそういう名前をつけてるんですけど、ちょっとそれには及ばないので、もうちょっと調整していこうかな。うん。よし。こっから先の調整も、ここがね、ここの角度が、だいぶ、こう上向いてたのが横までね、なってきたんだけども、こっから先の調整はここじゃなくて、このバネの巻きをね、ちょっといじっていかなきゃいけないんだよね。うん。よいしょ。まあ、さっきね、引っ掛けてくるってね、
回すやり方をお見せしましたが、それをねこうペンチで掴んでやるんですよ。地味でしょう。そう、こんな感じ。よし、あ、だいぶ来たね、だいぶ来ました。よし、じゃあ次はねこっちを、こっちにアプローチしようか。実はこっちがね曲げ要素があって、しかもカメラの焦点合ってないよ。こう握ってよっ、あっしゃー、だいぶ曲がって、ちょっとやりすぎたかも。よし、でこうやって、あ、いいねいいね、いい感じだよ、これだいぶやばいよ。うん、よし、これでどうだ。おお、いいね、いい感じだね、ぴったりだぴったり、もうめっちゃ軽いよ、ほら、いいね、いいね、思わず口から擬音が出ちゃうぐらい軽くなったね。よし、で、なんだっけ、このトリガーが、要は、トリガーストロークもね、ちょっと邪魔だと思っていて、うん、だから、なんだっけ、こう、ね、矢印つけるけど、あそこがね、スイッチになって、そこに、この部分が、こう、カチャンって当たって、ほら、今当たってるでしょ。当たって初めてスイッチが入るんで、当たる手前までもトリガーを寄せておきたいと思ってるんでね。うん。まあ、その辺の調整を、まあ、ここに穴開けたりして、穴開けてネジ突っ込んだりとかして、まあ、調整していくんだけど、今回ね、このトリガーを使う予定ではないので、まあ、これからしていただく色の、トリガーに、乾燥して、そっちの方でね、調整していきたいと思ってますんで、はい。よし、じゃあね、次行ってみよう。